1ヶ月前に膝を痛めてまだ本調子ではないんですが、自己ベストを出せばメダルに手が届きます。その長崎4コース手前から4人目、向こう側5コースが世界記録保持者、東ドイツのシルビア・ゲラシュ。前半はゲラシュと共にトップ、快調に飛ばします。150のターンは長崎まだトップ。しかしこの後長崎伸びません。膝の故障でキックの練習不足が影響したのか、長崎はカナダのオンプーとそれからゲラシュに次いで3位。予選の順位は10番目で決勝進出なりませんでした。さすがにがっくりした表情です。コースでました。まずは西ドイツのミハエル・グロス、すでに 200m 自由形で金メダルを取っています。この種目で2つ目の金メダルを狙っています。最後は軽く流して1着でゴールイン、決勝に進出しました。次いでアメリカのマット・ビヨンディ、 200m 自由形ではグロスに敗れてこの種目で雪辱を期しています。豪快な泳ぎ、53秒60、予選トップでした。そしてもう一人、アメリカのパブロ・モラレス、今年6月の全米代表選考会で52秒84の世界新記録をマークして、この大会ではもちろん金メダルを狙っています。モラレスは予選を2番目の記録で通過。決勝ではグロス、ビヨンディ、モラレスのビッグスリーの対決が出現します。日本の皆様こんばんは。スペインのマドリードはまもなく6時になろうとしております。夕方の6時でこの明るさです。夜9時過ぎまでは明るい青空がこの鮮やかなプールに映ります。今日から競泳競技が始まった第5回の世界水泳選手権、世界60カ国から546人のスイマーが集まりました。この6月に完成したばかりのマドリードのスイミングセンターメインプールが会場です。今日から6日間男女合わせて32種目が行われますが、このレースの模様はロサンゼルスオリンピックナショナルコーチの東島慎二さんの解説でお伝えしようと思います。東島さん、はい、モスクワ、ロサンゼルスと2回のオリンピックがいわゆるボイコットになりました、はい、片側一方のオリンピックでした。久々に世界の強豪が集まったと見ていいんですか？そうですね、もうみんな楽しみにしてますね、はい、もう本当に長い長い時間が経ったような気がしますけれども、はい、もう久しぶりに世界の強豪が一堂に会してやるわけですよね、はい、楽しみですね。これだけは見てほしいという、いくつか挙げていただくと見どころ、もういっぱいありすぎますけれども、やはりなんといってもマット・ビヨンディですね。アメリカのマット・ビヨンディと西ドイツのミハエル・グロス、これの激突ですね。早速今日 200m 自由形でぶつかりますね。そうですね、はい、もうプレーが来ますね、はい、もうどういうことが起きるかわからないぐらい楽しみです。決勝最初の種目女子 100m 自由形、決勝に残った8人のスイマーがすでにプールに登場しました。最初の決勝種目女子 100m 自由形、コースの紹介が始まっていますが、1コースからオランダのフェルスタッペン、2コース東ドイツのシテルマッハ、3コースルーマニアのタマラ・コスタケ、4コースアメリカ、ジョンソン、そして5コースがこの東ドイツクリスティン・オット、6コースにオランダのファン・ベンタン、7コースにアメリカのメアリー・マーハー、そして8コースが西ドイツのシュレップ、
アイリス・シュレップ、この8人が決勝に残りました。さてこの競泳の模様はロサンゼルスオリンピックナショナルコーチの東島慎二さんの解説でお伝えしてまいります。東島さん、はい、いよいよ始まりますね。本当ですね、はい、もうあの熱い興奮が、はい、そのまま来たというような感じですね。このマドリードのメインプールもですね、予選からもう決勝と勘違いするくらいの大声援が、そうですね、はい、もうやっぱりあの水泳の競技というのはアウトドアでもう多くの、 あの声援を受けてですね、やはりカーッと燃えて、はい、ね、集中して頑張りたいですね。そうですね、ご覧のようにもう皆様お分かりのように屋外のプールです。この6月に完成したばかりマドリードのスイミングセンターのメインプール、いよいよ決勝競技が始まります。今日はこの女子 100m 自由形の他に5種目予定されております。最初の決勝種目女子 100m 自由形、東ドイツ勢が2人、そしてアメリカが2人、まあ、女子の場合は東ドイツが非常にこの力を持っていますが、そうですね、はい、あの斉藤さん、あの1972年からね、はい、やはり東ドイツがずっと頭を押さえてたわけですね、はい、でやっとここに来て12年経ちましてね、なんとか東ドイツに向かっていけるんじゃないかというようなあの力をこう蓄えてきたところなんですよね、はい、そういう意味でもこの 100m の女子自由形は非常に重要ですね、はい、5コースが、まあ、第一人者といってもいい東ドイツのオット、そして4コースがその東ドイツに挑戦するアメリカ、ジェナ・ジョンソン。スタートしました。女子 100m 自由形の決勝、さあ浮き上がってほとんど一戦だ、わずかに3コース、ルーマニア 50m で世界最高記録を持っている、腰先が出ています、腰先が出ています、頭一つ出ている、5コースのオットーも出た、オットーも出ました。さあ 25m 通過地点、まもなく 40m、 先頭は5コースの東ドイツ、オットー、オットーです。手前から8コースです。一番向こうが1コース、さあ50はほとんど同時だ、わずかにオットー早いか、26秒71で入りました。世界記録は54秒79、26秒71、それを上回るタイムで入りました。そうですね、いいスプリットタイムですね、はい、記録も楽しみが勝負を楽しみ、さあ4コースアメリカ、ジョンソン追い上げる、ジョンソン追い上げる、逃げるオット、東ドイツ、5コース逃げます、ジョンソン追い上げる、手前6コースオランダ、5人ファンベンタン、この3人の争い、わずかに出ました、あと 10m です、 10m を切った、5コースオット強い、オット逃げる、オット逃げる、あと 5m です。1着東ドイツオット、ゴーリン55秒05、世界新記録の更新はなりませんでしたが、最初の種目、まずクリスティン・オットー東ドイツ優勝、第2位にアメリカジェナ・ジョンソン入って、第3位はオランダコニー・ファンベンタン、アメリカのジョンソンの進撃をかわしました。オットーが最後に言いました55秒05、優勝クリスティン・オットー東ドイツ、この世界選手権はこれで東ドイツ勢が5連勝を飾ったことになります。そうですね、これが最後の泳ぎでしょうか。やっぱりあのオットーがですね、はい、あの伸び伸びと泳いでますね、はい、でそれに比べてジョンソンがやっぱりちょっとね、あのプレッシャーを感じたんでしょうね、ちょっとあのテンポが遅い感じです、はい、前半あの3コースのルーマニアの新しい星と言われますね、16歳の 50m では最高記録を持っているコスタケが飛び出したんですが、そうですね、それをかわしてオットーが逆転で優勝した。コスタケは26秒71で入ったんですね。そうですね、やっぱりあの前半の飛び出しは素晴らしいものがありますけれども、はい、やっぱりまだあの世界のね第一線で来て日があの出てきて日が浅いですし、やっぱりオットーにあのやっぱり貫禄負けしたという感じですね。あのおっしゃいましたように、東ドイツはこの種目エンダー、クラウゼとね、はい、強い選手がどんどん出てきました。そうですね、まあ、これでオットーが出てきて、アメリカがギリッギリッとこう差を詰めてきたんではないかと、はい、まあ、この世界選手権は今優勝したオットーをご覧いただきながらですね、はい、特にこの女子ではですね、東ドイツが、はい、強い選手を送り込んで、はい、これにアメリカがどうこう対戦するか、はい、モスクワとロサンゼルス、いわゆる片飛行でですね、そうですね、あの全世界から集まることできなかったわけですね。非常、まあ、非常にあのそれがあの残念なことだったんですけれども、はい、やっとね、長い長いもう本当あの時間を使いましたけれども、やっとこうやってね久しぶりに一堂に会して、で激突をして、で幸いなことにアメリカチーム、女子のこのアメリカチームが力を蓄えてきた、はい、それをこう占うにですね、この占うのにこの 100m 自由形っていうのはもうかけがえのないぐらいね、うん、舞台装置がこう揃ったようなこう感じのレースだったんですけれども、やはりジョンソンがですね、はい、もう一つやっぱり水に乗り切れませんでしたね、はい、
最初の決勝種目女子 100m 自由形、東ドイツのクリスティン・オットーが優勝を飾りました。日本からはこの世界水泳選手権男子5人女子3人8人が参加しています。男子 100m 平泳ぎの決勝、先頭は8コースに出場します。決勝に残った日本の諏訪、もう一人平泳ぎの渡辺健二は予選で残念ながら 1.6 秒53で決勝に残ることができませんでした。日本の諏訪久志を先頭に8人の泳者が入ってきます。世界で最も近い種目、11年前あの田口選手が世界選手権第2回大会で銀メダルを取りましたが、それ以来世界選手権では日本選手団メダルを取っておりません。11年ぶりのメダルの期待が膨らみました。諏訪久志の決勝のレースです。男子 100m 平泳ぎです。この 100m 平泳ぎは過去の世界選手権を見てもアメリカ、イギリス、西ドイツ、アメリカと、各国が非常にこう力が接近しているという、そうですね、どこの国にもチャンスがあるように見える僕なんですが、東島さん。そうですね、はい、そしてね、はい、やっぱり日本は、最も得意とする種目ですしね、はい、田口君の後にやはり高橋英雄であるとか、はい、が世界に、世界を舞台に活躍しましたしね、ここでまた若手の諏訪君がね、予選で8番で残ったわけですから、はい、ぜひこのチャンスを生かしてね、思い切ってレースしてもらいたいですね。はい、コース紹介です。1コースがコロンビアのベストレポ、そして2コースがこのピンクの市民キャップが印象的な西ドイツ、ベルト・ゲーベル。この1年非常に伸びた選手です。ヨーロッパ勢が続きます。3コースはイタリアのジョバンニ・ミネルビニ。ズツルに沿ってますね。 1m92cm の長身。イギリス4コースはアドリアン・ムアハウス、ヨーロッパを代表する泳者、試合巧者としても知られています。そしてこの種目の第一人者と言っていいでしょう、カナダのビクター・デイビス、優勝候補ナンバーワン。ソビエトからはドミトリー・ボルコフが決勝に残りました。6コース、そして西ドイツ勢がもう一人残っています。ロルフ・ベーク。西ドイツはこの平泳ぎは伝統的に強い種目です。春日部競泳高校3年生諏訪久志、今年日本記録をすでに3回もマークしています。さあ諏訪のメダルの可能性、ズバリ東村さん。そうですね、大きいですね、はい、本当思い切ってやってもらいたいですね、はい、予選より、ね、顔が、ね、リラックスした感じですから。あ、予選はかなり緊張していましたね。そうですね、一番最後8人目に残ったこの決勝レース、一つ大きな舞台は初めてです。一番手前8コースの諏訪、思い切った悔いのないレースを期待したいと思います。レースとしては東島さん、やはり5コースのカナダビクター・デイビス中心と見ていいですか。そうですね、やはりムーアハウス、ビクター・デイビスですね、はい、これを中心に、レースは展開していくと思います、はい。5コースのデイビスは 200m のこの種目世界記録を持っています。第1試合にも強いビクター・デイビス。オフ・ファイング。あ、デイビスでしょうか今のは。デイビスね、いつも 100m のレースではですね、はい、出遅れるんですね、でやはりこの 100m のレースでですね、はい、もし仮にうまいレースができたとすれば 200m が非常にその期待が持てるわけですね。あ、まあ、やはりデイビスが早いですね、5コースね。そうですね、ロサンゼルスではね、スタートがちょっと遅れて、はい、でスティーブ・ルンクイストにね、やられてしまいましたので、はい、そういったところもね、やっぱり頭の中に残ってると思いますね。男子 100m 平泳ぎの決勝です。これから2回目のスタートになります。1コースからコロンビアのレストポレ、2コースにドイツの1コースコロンビアのレストレポ、2コースが西ドイツのゲルト・ゲーベル、3コースイタリア、ミネルビニ、4コースイギリス、ムーアハウス、5コース優勝候補ナンバーワン、1回目フライングがありましたカナダのデイビス、6コースソビエト・ボルコフ、7コース西ドイツ・ベープ、8コースが一番手前日本の諏訪久志。今度はスタート。
ローマなかなかいいスタートを切った。デイビスはちょっと遅れた。6コースのソリエとボルコフがいいスタートを切りました。手前から8コース、一番手前影になっているのが不破です。さあメダルの期待がかかりますが、3コースのイタリアミネルビニが積極的に飛び出す。ミネルビニが飛び出す。40メーターに間もなくかかります。さあ先頭はイタリアミネルビニ、先頭ミネルビニ。前半の50をデイビスがどのくらいで入るか。100メーターの決勝です。先頭はミネルビニで今28秒77で折り返した。28秒77、世界記録を上回っているタイムです。早いペース入りました。不破は30秒14で入った。不破は31秒14で入った。先頭争いはミネルビニ、ミネルビニ3コース、この辺りから4コース、ムーアを捨てた、ムーアを捨てた、そしてデイビスが出てくる、後半強いビクター・デイビスを追い上げる、追い上げる、デイビス、ほとんどなんだ、ちょっと伸びないか、いや、デイビスが出た、デイビスがわずかに出たか、ムーアを捨てデイビスが遅い、フワは4位か5位争いだ、フワは4位か5位争い、ちょっとメダルは無理だ、先頭は、4コース、イギリス、ムーアを捨て、ムーアを捨て逆転した、抜け出した、1着で、ゴールイン、2着はデイビス、そして3着にミネルビニ、日本のフワは第7位、日本のフワは第7位に入りました。優勝は逆転イギリスムアハウス、1分2秒01。予選から非常に調子の良かったイギリスのムアハウス、最後逆転でミネルビニ、そしてビクター・デイビスをかわしまして優勝。日本のフワは1分3秒81、1分3秒81、日本記録の更新もなりませんでした。そして第7位に終わりましたフワです。さあ東島さん、これが最後の力泳で3コースのミネルビニをかわしてムーハウスが出てきた。やっぱムーハウスが非常に安定してますね。テンポがね、はい、テンポが変わらないですね、はい、まあ、そこが勝因だったと思います、はい、デイビスが後半もう少し出ると思いましたが、そうですね、やはりね、1回目のフライングで、はい、ちょっと第2回目のスタートの時にちょっと出遅れましたね、やっぱり、はい、あれだけやっぱり気にしてたんですけれども、 あの出遅れがね、やはり最後やっぱり強いデイビスであってもムアハウスを捉えることができなかったということですね、はいはい、ただやっぱりムアハウスはね、予選でも調子が良かったですね。そうでしたね、ビクター・デイビスも非常にマークをしてた選手だと思います、はい、もちろんこれはイギリス新記録、英国新記録ということになりますね。非常にこの試合巧者のムアハウスの見事な逆転優勝、男子 100m 平泳ぎ決勝、そして日本の不破は1分3秒8で第7位、彼自身の持っている1分3秒21という未公認の日本記録の更新はならなかった。ちょっと残念でしたね、はい、そうですね、はい、まあ、本人がね、一番残念なんですよね、まあ、これにね、めげずに世界的な才能を持ってるんですから頑張ってもらいたいと思います、はい、今、電光掲示が変わりました。電光掲示板が変わりまして、優勝のアドリアン・ムーハウスの名前が消えました。名前が消えまして、ビクター・デイビス繰り上げ優勝、これは失格ですか、東島さん。あ、DQ が出てますね、はい、ディスクリフィケーションと言いましてね、場内に今アナウンスがされておりますけれども、はい、これは平泳ぎですから、あるいは泳法違反があったかもしれないということで、そうですね、DQ ですからやっぱり失格ですね、はい。男子 100m 平泳ぎの表彰式が行われます。つい先ほど場内アナウンスがありまして、優勝とお伝えしました。1着でゴールインしたイギリスのムーアハウスが失格とアナウンスされました。まだ詳しい情報は入っておりませんが、この日本のフォアが従って1位順位を繰り上げまして、6位でこれから表彰を受けるということです。優勝はビクター・デイビス、カナダ先頭、そして同心その後ろが192センチのイタリアのミネルビニが第2位、第3位にソビエトのドミトリー・ボルコフが一つ繰り上がりました。以下4位にミスドイツのロドス・ゼープ、そして5位に同じくミスドイツのベルト・ゲーベル、6位に日本のフワヒタス、7位にコロンビアのレスト・レポ、以上7人がこれから表彰を受けます。まあ、東島さん、はい、先ほどアナウンスがあった時に場内かなりブーイングがありました、さあこちらの放送席にはまだ詳しい情報、どういった形で失格になったのかという情報は伝わってきませんが、はい、こういったことがあるんですね、大きな大会で。やっぱり、ね、これだけベテランの選手でもですね、こういうことがあるんですよね、はい、それと私、日本記録を持っていた高橋選手がね、はい、長い間泳法違反ということで失格になって苦しみました、はい、あれはちょっと同じ平泳ぎですから思い出したんですが、もう平泳ぎっていうのは本当苦しい人って言いますかね、はい、そういうことがやっぱりあるんですね、はい、まあ、本当ムアハウスは気をつけないで頑張ってほしいですね、はい、さあそれでは表彰式に注目しましょう。 100m 平泳ぎ世界水泳連盟名誉主事のアラン・ハーベイさん、
カナダの方ですが、このビクター・デイビス、カナダのビクター・デイビスに金メダルの授与です。第2位はイタリアのジョバンニ・ミネルビニ、192センチの大男ミネルビニ、1分3秒00が第2位。第3位ソビエトのドミトリー・ボルコフ、現在のソビエトの平泳ぎの第一人者です。日本の不破久志6位、一つ繰り上がりました。初めての大きな国際大会で、あ、ちょっと笑顔が見えておりますが、1分3秒81第6位入賞。なんか増えてますね、ちょっと、女子 400m 個人メドレーの決勝です。世界記録は東ドイツのペトラ・シュナイダー、4分36秒10。その第一人者と言われましたシュナイダーはこのレースに出場しておりません。やはりこの種目も女子の場合東ドイツが強く、過去4回の世界選手権、3回東ドイツ勢が優勝しています。1コースからオーストラリアのスー・ランデルス、続いて2コースは東ドイツのコルネリア・ギルヒです。まだ20歳の若さですが、もうなんかベテランといった感じ。 200m 背泳ぎの世界記録をかつて持っていました。3コースはルーマニアのノエミ・ラング、まだ18歳の若さ。ルーマニアはこのところ若い女子選手がどんどん伸びてきています。そうですね。さあ、優勝候補の筆頭、東ドイツの4コースカトリン・ノルト、前回この種目2位。その東ドイツに挑戦します、アメリカ、ミッシェル・グリグリオン。ヨーロッパ勢、ブルガリアのソニア・ブラゴバ、安定した力を持っている選手です。7コース、イタリアのフェロッティ、8コース、フランスのマニエール。以上8人の泳者、ご紹介しましたように第一人者の東ドイツシュナイダーは出ておりません。したがって東島さん、はい、かなり混戦模様と見ていいんでしょうか。そうですね、レース展開は、もうこのレースはですね、はい、もうやっぱり駆け引き勝ちの人が優勝するというレースですね、はい、もう私も講師紹介で力が入りましたが、4コースの東ドイツのノルトと、はいはい、5コースのアメリカのグリグリオン、はい、この2人をまず注目したいと思うんですがね。もうこれもやっぱり激突ですしね、今日の 100m のジョンソンと夫の激突と同じようにですね、はい、ここはやっぱりアメリカはやっぱり一夜向きたい、向きたいところですね、はい、4コースは前回優勝のノルト、そして若い17歳アメリカグリグリオン。第5コース、まずはバタフライです。さあ東島さん、はい、4コースのノルトと5コースのグリグリオンが注目されますが、はい、やっぱりノルトがですね、やはり試合巧者らしくて、個人メドレーをやっぱりかなり泳ぎ込んでるというような感じがするのはですね、バタフライを見てましてもね、キックをほとんど使ってないような感じで泳いでるわけですね。でこれ 400m の個人メドレーでキックをあまり使いすぎますと後半どうしても疲れてしまうということからですね、そういう実践から学んできた泳ぎをきちっと身につけてるというふうに思いますね、はい。まあ、その横を泳ぐグリグリオンもですね、アメリカのグリグリオンも個人メドレー そのスタートにしては非常に軽い感じのね、キックをあまり使わない、バタフライで行っていますから、はい、さあその間もなくバタフライがあと 15m で終わりますが、先頭争いは画面上の方から2コース、ギルヒ東ドイツ、そしてノルト4コース東ドイツ、5コースアメリカグリグリオン、グリグリオンがわずかに出たか、角度バタフライを割って今度は背泳ぎです。ラップを取りましたのがギルヒです。1分3秒77、世界記録の途中時間、シュナイダーの記録よりも1秒ほど遅れております。さあ今度は背泳ぎに変わりました。個人メドレーの場合はそれぞれの、まあ、得意種目といいますか、 そうですね、そういったものがあって順位の入れ替わりがこう楽しみというか非常に興味があるんですけれども、さあ背泳ぎになってぐんぐん出てきたのが5コースのアメリカグリグリオン。この人はやはり前半型、バタフライと背泳ぎが強い選手ですかね。そうですね、強烈に強い種目がない代わりにですね、
4種目とも コンスタントに泳ぐという選手ですね、はい、でこうやってバックストロークを見てましてもですね、バック の 200m で世界記録をもあの元を持っていた2分9秒91の世界記録を持っていた2コース泳いでるギルヒですね、ギルヒとですね、はい、ほとんど変わらなく泳げる、はいはい、これだけ の, あのバックのテクニックを持っているというのは、非常に強みですね、はい、あと 15m で200のターンです。先頭争いは2コースのギルヒと、そして5コースのアメリカグリグリオン、そしてちょっと4コースのノルトが遅れております。しかしノルトの場合はこの後の平泳ぎが非常に他の選手に比べて強い選手、ね、さあこの辺りがどうなるか。レース展開 200m を終わって2分15秒50、世界記録からは3秒ほど遅れております。さあこれは記録というよりもこの東ドイツとアメリカ勢の争い、平泳ぎに入ってグリグリオン先頭ですが、この辺りからその向こう側4コースのノルトが出てきます。ノルトが出てきます。現在第2位はギルヒ、そして第3位はルーマニアのラング頑張る、そして単独2位にぐんぐん上がってきたノルトがやはり上がってきました。そうですね、あのノルトはね、女子の選手にしては珍しく、あの珍しいというよりも平泳ぎが強いんですね、はい、あのスプリットタイムで1分20秒切れる女子の選手っていうのはですね、まあ、世界記録を持ってた、シュナイダー、はい、それからあのコールキンズですね、この2人を除いていなかったんですけれども、このノルトがですね、やはり力をつけて1分20秒切れるようになってきた、はい、手前アメリカ5コースグリグリオン、4コース追い上げる東ドイツノルト、その差はほとんどなくなりました。そして第3位はルーマニアのラング、そしてギルヒが3位争いです。アメリカと東ドイツの対戦、左アメリカ右東ドイツ、ほとんど並んだ、逆転か、得意のノルト、ブレストが強い、逆転しました、逆転しました。残り 15m 最後の自由形フリースタイル、先頭はノルト、世界記録を持っています東ドイツのシュナイダーの後継者と言われますこのノルトが先頭を媒介して最後のフリースタイル、3分38秒42、世界記録からはもう5秒ほど遅れております。記録の楽しみはなくなった。さあ勝負だ、アメリカ東ドイツの対戦、7000人の観衆から大歓声です。この自由形の2人はどうなんですか。そうですね、もうあのね、五分なんですよね。で、あのノルトはね、はい、あのやっぱ力をね、ちょっと蓄えて、はい、最後の 50m にかけてくると思うんですね、はい、この前半の50はかなりグリグリオンが飛ばしてますね、はい、逆転されたグリグリオンがもう一回抜き返した。さあ残り 50m の勝負、ほとんど同時だ、ほとんど同時だ、残り 50m、 優勝争いは2人だけ取られました。これを追って3コース、ルーマニアのラング3位、そして2コースの東ドイツのノルトは、ギルヒはずっと遅れた、ギルヒはずっと遅れた。さあルーマニアのラングも出てきたが、ラングも出てきた、最後の争い、残り 25m、 ほとんど並んでいる、ほとんど並んでいる、わずかにノルトが出た、わずかにノルト出ました、残り 15m を切った、グリゴリオンも追い上げる、2人の激しい争い、わずかに逃げるか、ノルト残り 10m を切った、残り 10m を切った、東ドイツ逃げる、ノルト逃げる、アメリカグリゴリオン追いますが届かない、1着ノルトゴールイン、4分43秒75、2着アメリカグリグリオン及ばず、4分44秒07、第3位にルーマニアのノエミ・ダンが入りました。アメリカと東ドイツの対決はまた東ドイツに軍配、4コースノルト得意のといいますか、各選手に比べますと安定した力を持つ平泳ぎで逆転しまして、そのまま激しい自由形でのデッドヒートがありましたが、最後わずかにかわしました。それが残り 20m くらいの泳ぎです。まあ、わずかに余力があるとおっしゃったノルト、はい、手前がグリグリオン、はい、まあ、あのノルトがあのやはり最後の 50m に、ね、かけましたのでね、はい、まあ、フリーに変わってからの 50m で少しずつ力を蓄えて最後の 50m にかけるなというような、うん、あの感じの泳ぎ方してましたからね。あ、そうすると逆転したあの平泳ぎブレストでの余力がですね、はい、わずかにグリグリオンを上回ったという、はい、この最後の 100m のフリースタイルにこう出たわけですね。そうですね、はい、これらの、ね、駆け引きがね、400m 個人メドレーの面白いところなんですよね、はい。さて注目のレースを迎えました男子 200m 自由形決勝、1分47秒44とこの種目の世界記録を持ちます西ドイツのミハイル・グロス4コース、そしてその隣5コースはアメリカのマット・ビヨンディ、去年水泳のように世界の水泳界に登場してきました世界で最も速い男、 100m 自由形に世界記録を持っているこの2人、前ビヨンディ、後ろミハイル・グロス、この2人が大きな舞台で初めて対決します。
まあ東島さん、はい、夢の対決などと